こんにちは、戸田悟です。今回はですね、モバイルバッテリーベスト5というコンテンツ動画をお届けしたいと思っています。最近僕が取り上げたモバイルバッテリーの総集編的な動画ですね、おすすめの5台を紹介します。皆さんの用途に合ったバッテリーがあるといいですね。とはいえパソコン用とスマホ用が混在しているので、1位と、順位はパソコンから見たりスマホから見ると多少変わるかもしれませんが、まあどちらにしろおすすめの5台となってますので、ぜひご覧ください。はい、今回はですね、バッテリーベスト5ということで、最近僕がレビューしたバッテリーの中から、モバイルバッテリーの中からおすすめのものを5つ紹介します。ただまあ見てわかるように、ちょっと実は同じモバイルバッテリーといっても性格がかなり違うので、まあ、例えば iPhone に使いたい人だったらこれ5位が1位かもしれませんし、パソコンに使いたい人はもう選択肢これだねみたいなところはあると思いますが、まあとはいえ結構僕の注目ポイントとしておすすめのモデルを紹介していきましょうということで、1位がですね、これアンカーなんですが、アンカーのですね、これも大容量のバッテリーでですね、26000mAh の大容量のバッテリーでですね、87W 出力なんですよ。つまりパソコンにも十分充電ができるという大容量バッテリーですね。でこれキャンプに行くとか出張に行くとか旅行に行くときに便利です。でもちろんパソコンだけではなくてポートも4つついてますから、スマホなどにも充電可能ですね。で、はい、で2位がですね、大きいの1万ミリのバッテリーです。1万ミリにしてはちょっと大きいかなぐらいの大きさなんですが、実はこれワイヤレスでも充電できるのが便利なんですよね。完全ワイヤレスイヤホンはここでもう上に乗っけるだけで充電して、であとはですね、普通にケーブルで充電できるという、これですね。これも結構新しいモデルですね。でこれ3位がアンカーなんですが、こちらもですね、1万ミリでワイヤレスで充電ができるバッテリーです。ちょっと大きさ比較するとやっぱり新しく出た大きいの方がまあいいですよね。でも最近バッテリー買うんであれば、僕は結構このワイヤレス充電できるのがポイントの一つに置いてまして、やっぱりですね、これ何かと便利なんですよね。スマホとかも短時間であればこの上に乗っけるだけで充電できますし、やっぱりこういったですね、ワイヤレス機器乗っけるだけで充電できるっていうのは、なかなかこれボタン押しちゃうんですけどね、非常に便利だなというふうに思っています。で、4位がですね、スマートコービー、はい、これも動画で詳しく説明してますので、後でご覧いただければと思うんですが、これ1万ミリの最小クラスですね。まあ、比べるとやっぱりだいぶ違いますよね。とにかく荷物を減らしたい、でもやっぱり最近のスマホって5000ミリぐらいは普通なので、バッテリーが5000ミリだと多分3000ミリぐらいしか充電できないですよ。そう考えるとやっぱり1万ミリのバッテリー欲しいよねと、でもちっちゃい方がいいよねっていう方には、まあ、これがおすすめですね。この小ささはやっぱりですね。でポートも一応2つついてます。でしっとりとした手触りもいいですね。とにかくバッテリーはサイズが命っていう方にはこれおすすめです。さらに最後はですね、これ容量ちょっとちっちゃいんですが、アンカーの、バッテリーで、これ iPhone にくっつくんですよね。なのでiPhone にくっつけたまま、これ5000なんですけど、容量は、使えるというですね、ペタッとくっつけて使えるメリットがあるわけですね。これは iPhone12 シリーズのユーザーにはおすすめの、小型のモバイルバッテリーで、マグセーフで使えるモデルとなってます。で、順番に1、2、3、4、5位というふうになってます。で、それぞれの価格ですとか、詳しい紹介は別途全部動画を用意してますので、この後ぜひご覧ください。はい、で今回紹介するですね、パソコン向けのモバイルバッテリーの決定版がこの製品ですね。アンカーパワーコア3エリート 25,687W。 長いですね。まあ 87W のアンカーのバッテリーと思えば、多分これ1個しかないので、それでまあいいんですけれども、で値段がですね、1万490円なんですよ。ぶっちゃけ高いですよね。高いんですが、実はですね、これ注目ポイント 87W っていうことで、 87W あるとですね、 MacBook にもプロですね、 MacBook Pro にも充電できます。13インチの MacBook Pro にも充電できます。でこちらですね、対応機種がこう出てるんですけれども、はい、16インチの MacBook Pro、 13インチの MacBook Pro、 12インチの MacBook Air の13インチというふうになってますが、これらにですね、いわゆるハイスピードで充電ができるわけです。で 87W あれば、もちろんシンクパッドとかにもですね、だいたい 65W で最速の充電のパソコンが多いです。で普段は 45W という製品も多いです。つまり 87W あれば、ほぼ全てのパソコンに、ほぼ全て言い過ぎかな、ほとんどのパソコンに急速に充電ができるっていうのがポイントなんです。で例えばこちらにですね、ほぼというか同じような見た目、ほとんど一緒なんですけど、まあ端子の数違いますけれども、こちらはですね、同じパワーコアエリートの 25,600 の 60W。60W だと 8,490 円で買えるんですよ。まあ、ワット数と、それから、
ポートの数が違うだけで結構値段違うよね。1500円ぐらいかな。違うよねって思うかもしれません。あ、2000円ぐらい違うか。思うかもしれませんが、そこがポイントで、じゃあ何が嬉しいのっていうのをちょっと紹介しましょう。はい、ということで早速ちょっと箱を開けていきますが、実はですね、もうバッテリーのサイズってもうこのぐらいになってくるとあんまり変わらないんですよ、重さも。で、まず注目したいのはこの仕上げですね。ちょっと金属がここだけ貼ってあって、こちらが樹脂だと思うんですけれども、あと残量がこのランプで分かるようになっています。で、付属してるのはですね、バッテリー本体とアンカーよくついてますけれども、こういう収納用の袋ですね、ポーチのような袋。それからですね、これも結構重要なポイントなんですが、タイプ C、タイプ C ケーブルが一つついてます。両方ともタイプ C のケーブルですね。はい、これがついてます。はい、で、気になる重量なんですが、こちらがですね、これキッチンスケールなんで参考なんですけども、まあそんなにカタログとも変わりません。 564g なんですね。で、同じくこれアンカーのモデル、ちょっと古いですけども、容量は一緒です。こちらがですね 26,800 で、こちらもですね、測ると 590g、 ちょっと軽くなってるぐらいですよね。で、さらにこちらハイパージュースのですね、これ 100W のタイプなんですが、 27,000 です、容量。こちらは 654g。 みんな重いんですよ、結局のところで。ちょっとこちらに若干小ぶりの持ってきましたけども、これもモデルやや古いのも入ってますが、これ2万なんですよ。こっちがですね、ちょうど2万、2万だと380、こちらもですね、これが2万100、これも373で、大きさどうです？結局こちら2万なんですよ。で、ちょっと小さいですけれども、で 100g、 150g とか軽いですけれども、まあぶっちゃけカバンの中に入れちゃえばどうせ重い、どうせそんなに変わらないかなと。で、従来の2万6000とか7000のバッテリーに比べればほぼ同じかちょっと軽いぐらいの仕上がりになってます。ということで、まあサイズ感はこんな感じというふうに理解していただければと思います。で、これは毎日日常的に持ち歩くタイプのバッテリーではないと僕は思ってます。で、どうするかっていうと、パソコンのバッテリーが今だいたい10時間とか持ちますから、それじゃ足りない時、1日の出張とか2日間の出張とかに僕は持って行ってます。で、あと普段は災害用に家に置いてます。で、さらに僕釣りが好きなので、ちょっと泊まりで釣り行ったりするような時には非常に重宝して使ってますし、キャンプが好きな方とか、あと屋外とか電源取りづらいところでイベントあるよなんていう方には非常に向いてると思います。はい、で、 87W で何が嬉しいのって話なんですが、まずですね、これ 100W のバッテリーもあるわけですよ。 100W の方がいいでしょって、まあいいんですけど、 100W で充電するパソコン皆さん持ってますか？多分まずないんですよ。87W だと MacBook Pro が 87W、 まあモデルとか年式にもよりますけれども 7W ぐらいで、大体の方が 65W のパソコン、もしくは 45W が多いんですね。で、なのに 87W がおすすめの理由を今からちょっと紹介したいんですけれども、まずですね、こちらポート、 Type-C のポート1個の時は 87W で充電できます。はい、1個だけ使う時は 87W で充電ができます。で、続いてですね、こちらタイプ A ですね。 A を2ポート使うときは合計で 15W で充電ができます。つまりワイヤレスイヤホンとか、そういったですね、ちょっと古めのデバイスとかをタイプ A で接続するときは 15W で充電ができるわけですね。で、今度はですね、じゃあタイプ C を1つにタイプ A が1つですね、この2ポートで使うとですね、タイプ C は 60W いけるんですよ。で、タイプ A は 18W なんですね。ですから、これは例えば、まあパソコンとスマホで接続、まあタブレットでもいいんですけども、パソコンタブレットとか、もちろんパソコンとワイヤレスイヤホンでもいいんですけども、そうするとパソコンには 60W で充電できるんですね。結構早く充電ができます。さて、続いてですね、今度3つタイプ C を1個とタイプ A を2つですね、充電するときにはこいつが 60W でいけて、こっちは合計で 15W でいけます。はい、で、これもパソコンに 60W で充電しながら他の2つで 15W でいけると。はい、で、次にですね、じゃあタイプ C を2個ですね、タイプ C を2個使うときにはどうなるかっていうとですね、 60W と 18W でいけます。ですから iPhone に急速充電をしながらパソコンにも急速充電できる、もちろん Android スマートフォンでもいいです、という充電が可能です。さて、では最後にですね、全部使った場合ですね、4つ使った場合どうなるかというとですね、はい、こちらのですね、タイプ A ですね、これが合計で 15W で、タイプ C が1個が 18W
で、タイプ C の1個は 45W で充電ができます。つまり、シンクパッドみたいなパソコンにも 45W で充電しながら、Android スマートフォンとか iPhone に急速充電をし、さらに2つも 15W で充電ができると。と、この4つと 87W の組み合わせっていうのが、実は絶妙だと僕は思ってるんです。なので、これがまず決定版と申し上げた理由が1個。はい。で、もう1個あるんですね。はい。で、容量がですね、25,600 なんですよ。で、どれぐらい充電できるのっていう話なんですけれども、もちろん機種によっても違ってくるんですけれども、大体ですね、11 Pro Max、iPhone のですね、11 Pro Max だと4回。で、13インチの iPad、ごめんなさい、MacBook Pro ですね。MacBook Pro は1回以上。充電できるとなっています。まあだいたい簡単な計算大雑把ですけども、これにかける7コンマ7ですね。ですから約1万5000ぐらいかな、2714、1万5000とか6000ぐらい、6000ミリぐらいの充電ができるというふうに、例えばスマホの容量がですね4000だったら約4回できるわけですよね。でパソコンが5000だったら、まあ、2回から3回は充電できるという大容量になってますから、いざという災害が起こった時は自分のパソコンと家族のスマホと、その他家族のスマホ2台とか合計3台のスマホと自分のパソコンなんていう充電もまあ可能です。ただパソコン その場合はフル充電できるかどうか、ちょっと7割6割ぐらい止まっちゃうかもしれませんが、という充電が可能です、というこの容量と、それから出力で、価格もですね、実はこのクラス 87W とか高出力にしてはそんなに高くないです。でかつ安価はですね、結構値段バーゲンになることが多いので、セールも期待できるんじゃないかなと思ってるので、まあ、今回これがですね決定版ということでご紹介しました。バッテリー自体が大容量になると、実は充電時間が結構かかるんですよ。ただこの製品は 100W の最大入力に対応しているので、 65W の、まあ、カタログ値ですけれども 65W の充電器であれば2時間でフル充電になると。ただ逆にですね、 12W の充電器だと9時間以上かかるっていうちょっと怖いスペック出てますけれども、まあこのバッテリーを使いこなすんであれば65W、つまりパソコンの充電器で充電しちゃえばいいって話なんですけどもね、充電が急速にできると。で、付属のですね、これタイプ C タイプ C のケーブルがついてきます。これも買うとですね1000円ぐらいか1000円ちょっとすると思いますので、その分、まあ、コスパが良くなってるわけなんですが、ちょっと注意しなければいけないのが、これ 60W 対応なんですよ、ついてるケーブルが。ですから 87W とか 65W のパソコンとか MacBook に充電するときはこのケーブルだとフルフルの速度出ないので、別途 100W の速度が出るケーブルを用意するのが、賢い充電かなというふうに思います。はい、今回紹介するのはですね、こちらのモバイルバッテリーなんですが、容量は1万ミリですね。まあ、1万ミリって結構スタンダードの中の1種類となってますよね。まあスタンダードな容量として1万ミリで、その下5000とか6000のものってやっぱり数が少なくて、でこの上行って2万とか行ってもやっぱり数が少なくて、1万ってやっぱり一番数も多いし激戦区ですよね。で、まあ、このバッテリー何が特徴かっていったらやっぱり全部入りなんですよ。まず1万ミリの普通のモバイルバッテリーとして使える上に、ワイヤレスでも充電できるというですね特徴があるんですね。ということで早速ちょっと開けてみましょう。なんかちょっとワクワクしますよね。どれぐらいの大きさなんだろう的な。はい。で、最初にケーブルが出てきちゃったんで紹介しましょう。ケーブルはですね、タイプ C タイプ C ケーブルがついてます。で、これバッテリーを吊る下げる紐ですかね。これもね、なんかちょっとシリコンっぽくていい素材、いい感じの素材ですね。はい。で、バッテリーですね。はい、こちらですね。まあちょっとと重い感じがありますが、サイズもそんなに大きくないですし、まあ、大きなバッテリーでこれぐらいの1万台ありますけれども、一回りぐらい大きい感じですかね。でもワイヤレスがついてるっていうのは絶大ですよね。ここがワイヤレスになってるんですけれども、はい、これで多分このボタンを押すとワイヤレスが有効になるのかな。これでできるのかな。はい、今グリーンについてますよね。わかりにくいですけど、これでワイヤレスで充電できてます。はい、素晴らしい。で、ワイヤレスで充電をしながら、はい。で、今、残り残量が 68%。これね、バッテリーいつも思うんですけど、どっちから見るかしょっちゅう間違えるんですよね、僕ね。まあ、こっち、これが上なんで、こっちから見て今 68% なんでしょうけど、間違えてこっちから見ると 89% って見えるんで、これは気をつけた方がいいんですけど、まあ、それ自分が悪いんですけどね。で、端子は、タイプ A とタイプ C とマイクロ USB がついてます。で、マイクロ USB は入力です。で、タイプ C は入出力。タイプ A は出力ですね。はい。なので、ここはバッテリーに充電するだけしか使えないんですが、まあ、3つデバイスに充電できるっていうのは、タイプ C とタイプ A と、それからワイヤレスですね。同時に3個、まあ、こうやりながら、あとスマホ2台とかタブレットとスマホみたいな充電も可能になってるわけです。まあ、こんなサイズにして。
なかなかこれ全部入りでいいですよね。でさらにここにちょっとしたスタンドがついてるので、そのスタンドを使ってですね、まあ、例えばスマホをこう立てるとかで、こうやって立てることもできちゃいます。はい、横だったらね、充電しながら立てて映画を見るなんてこともできますよね。旅行中なんかは結構嬉しいんじゃないかなと思います。まあ、こういったのがついてるからちょっと本体も大きめなんですけど、まあ十分だと思いますね。ワイヤレス使えるのやっぱり大きいので、特にですね、これ 10W です。ワイヤレスはこういったやっぱり完全ワイヤレスイヤホンとかに充電したい時にはやっぱりワイヤレスの方が僕いいと思うんですよ。出力がやっぱり大きすぎると悪影響を及ぶこともあると言われてますが、ワイヤレスだったらもう 10W なんで問題なく使えると思いますので、これ僕だったらまあワイヤレス非常に便利だなと思いますね。ただもちろんカバンの中入れてる時はここから離れちゃうと充電してくれないので、そこは注意が必要ですね。はい、でですね、ちょっと気になる重量を測ってみましょう。はい、208g、 まあまあちょい重ぐらいですかね。はい、日常的に持ち歩ける軽さだと思います。はい、でここにですね、まあ昔のガラケーみたいなストラップがこう取り付けられるようになってます。でこれが標準で付いてるストラップなんですけど、まあこういうストラップが付いてるって、まあ、ないよりは便利ですし、別にいらなきゃ使わなくていいだけなので、カバンの中とかに入れた時に取り出しやすくて僕は結構好きです。はい、ということでバランスの良いバッテリーでした。はい、まず最初にご紹介したいのがですね、こちらアンカーのバッテリーなんですけれども、アンカーパワーコア3-1000ワイヤレス。で、これ何かっていうとですね、製品はもちろん後でご紹介しますけれども、ワイヤレス充電、地位対応のワイヤレス充電のパッドが付いたバッテリーなんですよ。で、まあこういうバッテリーですね、聞いたこともないメーカーからは結構前から出てたんですが、やっぱりですね、アンカーから出たことで安心できますよね。で、まあそんな不具合はないと思うんですけれども、例えばカバンの中に入れてこのワイヤレス充電のところにクリップとかくっついちゃったりするとなんか怖いですよね。でもそこはアンカー製なんで安心できるじゃないかということで、すいません、僕は責任取れないんですが、安心できるんじゃないかということで今回ご紹介しているわけです。でワイヤレス充電のポイントなんですが、最大 10W なんですが 7.5W に対応しているので、 iPhone への急速ワイヤレス充電も可能です。ただし iPhone は、最新モデルですね、 iPhone12 はですね、マグセーフを使うと 15W のワイヤレス充電できるんですが、さすがにそれはできません。 7.5W が可能です。で、あとの Android スマートフォン等々はまあ対応していれば 10W で充電、ワイヤレス充電ができます。で、ワイヤレス充電できる上にこれワイヤレス充電パッドとしても使えるといった特徴があります。はい、では早速製品を紹介していきましょう。では早速こちらですね、はい、アンカーパワーコア3-1000のワイヤレス充電ができるタイプを紹介していきます。はい、で中に入っているものは、はい、こちらのバッテリー本体と、それからこれアンカーのまあお約束と言っていいと思うんですが、持ち歩く際に便利な袋とケーブルがついています。はい、こちらがまあポーチのような感じですね。あの製品にぴったり合ったポーチがついているっていうのはなかなかいいですよね。でこの中にケーブルも入れて、こうやってここをキュッと締めて持ち歩けるという形になってます。僕はこのポーチついてるの好きです。まあ、ちょっとチープですけど値段安いんで、まあそこはしょうがないですよね。でついてるケーブルはタイプ C ケーブルになります。でこちらが本体で、まあパッと見普通のバッテリーに見えますが、ここにですねワイヤレス充電のパッドがついてるというのが特徴になります。はい、でこちらですね、まあ使うにはこうテーブルの上などに置いて、そこにスマホを重ねる。はい、もうこれでボタンがあるので、もし電源が入らなければボタンを押せばいいんですけど、もうこれで充電されてます。もちろんスマホがワイヤレス充電に対応してなければ充電はできませんけれども、はい、充電されてます。で iPhone も同じように上に置くだけで、はい、今音聞こえたと思うんですが充電されます。これだけです。ですから家に置いて使う時っていうのは、もうもちろん出先でも置いとくだけで充電できるんですね。でさらに最近ですね、こういった完全ワイヤレスイヤホンも今ランプついたの分かると思うんですが、これもギャラクシーバーズもそうですけれども、はい、このランプつきますね。見える藤原くん、うん、ランプついてんの、うん、こんな形で、ワイヤレスイヤホンも完全ワイヤレスイヤホンも対応してればワイヤレスで充電できます。でさらにこれはですね、まあケーブルは何でもいいというか、対応してれば何でもいいんですけれども、ケーブルを使うことでこちらにケーブルを挿して、はい、こちらでスマホに充電をしながら、はい、今これでスマホに充電しています。ここに今充電のマークついてると思うんですが、スマホに充電をしながらワイヤレスイヤホンにも充電ができると
という使い方もできます。でこの場合は 18W で、いってると思います。はい、こんな形でですね、まあ、使える上に、さらにですね、で僕が一番気に入ってるのはですね、パッスル充電ができるんです。で、これ 18W 以上の充電器につなぎます。まあ、今回は 65W 使ってるんですが、そんなには本当はいらないんですけれども、18W 以上ですね、あればいいですね。で、そこにこうやってスマホを置くと、もちろんワイヤレスで充電できますが、これパッスルでいってるので、バッテリーに充電しないこともできるわけですよ。使い方もできるわけです。なので安心してワイヤレス充電パッドとして日常的に使い、出先どっか出かける時だけパッド外して持っていけばいいという使い方が可能になっています。でさらに、まあ、こちらにですね、まあ、あんまり使わないかもしれませんがタイプ A 端子もありますから、でこれですね、パワー IQ に対応してますのでクイックチャージ対応で急速充電もできるという仕様になっています。続いて紹介するのもこちらも新モデルなんですが、アンカーパワーコア319,260W ですね。でこれ6,990円っていうこの価格も非常に魅力で、まずですね、容量微妙に2万ないんですが、約2万近くあって、 60W のパワーデリバリー PD の充電ができるバッテリーとしては、まあ、非常にバランスがいいんですね。価格もそれなりに安く、かつ本体もそれなりに軽く小さく、で 60W の充電が可能だというのが、まあ魅力な製品なわけです。で、こちらも詳しく、じゃあ早速製品を紹介していきましょう。では早速こちらも箱を開けていきましょう。アンカーパワーコア319,260W で充電できるタイプです。まあ6990円という価格なんですが、2万クラスで 60W 出力の充電器としては結構、妥当というか安い価格だと思いますが、アンカーの場合は結構セールもやってるので見逃せないですよね。で中に入っているのは、まあもちろん本体と、それからですね、お約束のポーチですね。それからケーブルがですね、これ2本ついてるんですよ。これも見逃せないポイントで、ケーブルってやっぱ買うと結構それなりの値段しますので、ついてるケーブルはタイプ C、タイプ C とタイプ C、タイプ A ケーブルがついてます。はい、この2本のケーブルが標準でついてます。でさらにバッテリー本体ですね。はい、こちらがバッテリー本体になります。はい、でポートはですね、タイプ A ポートが2つで、タイプ C ポートが1つという3つの口がついてます。はい、ということで、じゃあこれ MacBook Air ですね、 M1 対応のに充電してみましょう。まあ Mac に使う方このバッテリー非常に多いと思うんですが、タイプ C 端子でつなぎ、端子に付属のケーブルですね、今使っているのはつなぎ、はい、でこちらも Mac につなぎます。まあ当たり前ですけれども、これだけで今ポンと落としましたけれども、充電のマークちっちゃいんですけれども、はい、充電することができます。まあ当たり前ですけども、これで MacBook Air であれば十分1回は充電できます。これ容量が約 19,200 ありますから、だいたいその7割ぐらいの容量に充電できると言われています。一般的にですね。で、さらに、これ充電しながらですね、例えばこちらの Type A 端子にケーブルをつないで、こちらにですね、スマホをつなぐと、このスマホも、はい、充電できるわけですよ。はい。こちらも今充電マークついてますけれども。で、この場合どうなるのって話なんですが、2つにつないだ場合は、こちらのパソコン側、USB PD ですね、パワーデリバリー側には 45W いきます。で、こちら側には、まあ、約 15W いくことになると思います。はい。でもちろん片っぽ満タンになれば、フルフルで片っぽいくという形になると思いますけれども、で最大2つつないで、その場合多分ですね、ちょっとそこ僕ちゃんと計測したいんで、予想ですけれども、15W を2つで分ける形になるのかなと思います。で、ただ、19,200 しかないですから、MacBook Air フルフルに充電するとほぼ1回ぐらいなんですよ。で、そう考えると、こちら側のスマホと MacBook Air 両方を満タンにするのは、ちょっときついかなという形になります。まあ、7割とこっち振るとかぐらいには、まあ、行くのかなと思います。はい。で、こちら画面、今、シンクパッドなんですが、こちらですね、純正の充電器 65W なんですね。で、こちらのバッテリーは 60W なんですよ。で、どうなるのということで、ちょっとつないでみたいと思いますけれども、はい。で、今、こちらですね、充電のマークも出まして、充電されています。はい。ただ、65W が最高性能ですから、60W なんで、まあ、微妙に、5W 分少なくなりますけれども、まあ、Windows の 65W、これも、実はパソコンの製品にもよって、65W で 65W ないと充電できないとか、相性で充電できない可能性はありますけれども、まあまあ、それなりのフルフルの速度で充電ができるというふうに思っています。はい。はい、続いてですね、iPad の 12.9 インチにつないでみます。はい、12.9 インチはですね、
34ワットとかいろいろちょっとアップル公式に言ってないんでわからないんですが、まあ、PD の規格で、まあ、60ワットあればフルスピードで充電ができるはずです。ただバッテリーの容量大きいんでやっぱり1回か 1.3 回とか 1.2 回ぐらいしか充電できないと思うんですが、まあ、このバッテリーであれば1回はフルフルでいきますと。はい、さてですね、実はこのバッテリー結構隠れたいい点、隠れてはないんですけれども意外に気づかないいい点があるんですが、藤原くんも2万ぐらいのバッテリー使ってるでしょ、容量、はい、2万ミリぐらいの使ってるよね、はい、それ結構充電かかんない？そうですね、うん、バッテリーへの充電、はい、どれぐらいかかってる？どれぐらいかな、下手するとでも1時間2時間じゃ全然話にならないでしょ、うん、そうですね、もちろん、うん、もう一晩かかるぐらい、うん、そのぐらいで考えてます。あ、そのぐらいで考えてる、はい、わかりました。でこいつはもうですね、実は 18W の充電器だと充電にフル充電、空からフル充電までに約5時間かかるんですよ。まあ藤原くんのもそんなもんだと思うんだけれども、すごいのがパソコン用のですね、これ例えば 65W なんですが、 60W 以上のパワーデリバリー対応の充電器を使うとなんと2時間でフル充電できるんですよ。これ大容量のバッテリーに良くない？うん、そうですね。だから朝起きたら充電しておけば、うん、出かけるまでにフル充電になる、うん、ところが今の藤原くんのやつだと朝起きてあれ充電忘れたと思って充電しても出かけるときには3割ぐらいしかないと。これはフルに充電できちゃう。そこがですね、僕これかなりいい点かなというふうに思っています。例えば出張先で一泊の出張とかでも、まあ最近出張あんまりないですけれども、出張先でも慌てて充電しても結構充電できちゃうというメリットがあるわけです。はい、今回はですね、こちらですね、スマートコービープロっていうのかな、 COBY コービーって読むと思うんですが、このモバイルバッテリーを紹介したいんですが、実はこれ幕開けのサイトなんですが、こちらも終了してるんですが、まあ一般販売されるということで今回製品を提供いただいたのでレビューしていきたいと思っています。価格はですね、まあ予定で3908円で税込みで4378円で Amazon 等でも販売されると思いますので、まあリンク等貼っていきたいと思ってるんですけれども、なんとですね、卵サイズっていう話なんですね。でこれ1万ミリのバッテリーなんですが、1万ミリのバッテリーって一番競争が激しいところで結構各社ちっちゃいの出してるんですが、まあ、どこまで小さいのかっていうの楽しみですよね。でさらにすごいのは1万ミリでちっちゃいのに30ワットで充電できるっていうんですよね。でさらにパススルーもできる、つまりモバイルバッテリーを充電しながらさまざまな機器にも充電できちゃって、例えばこれ30ワットなんで、MacBook Air に充電できるんですが、バッテリーを 30W で充電しながら MacBook Air にも 30W で充電できるという機能も持ってるというですね、まあ、小さいのにすごいと。で、まあこのメーカーが言う1万ミリの充電なんですが、 iPhone12 で 2.5 回、 MacBook Air で 0.6 回、11インチのプロで1回ぐらい充電できるよと、フル充電できるよっていうことですね。で僕は iPadと使ってますので、まあ、1回充電できるとちょうどいい感じですよね。 MacBook Air だと 0.6 回 0.5 回ぐらいの充電というふうになります。でパワーデリバリー対応の 30W なんで MacBook Air、 M1 搭載の MacBook Air にはもう最高速度で充電できますし、まあ、バイオとかですね、 ThinkPad とかでも 30W でも充電できる機種もあります。もちろんその場合 45W とか 65W よりも遅くなりますが、まあまあ充電はできますね。その場合は容量が違ってってますけど、まあ、大体3割4割ぐらいはいけるんじゃないでしょうか、1万ミリで。ということで製品見てみましょう。はい、ということで実は他のメーカーのバッテリー先にも用意しましたけど、これアンカーの1万ミリですね。まあこれよく見るタイプだと思うんですけども、まあ大体これぐらいの大きさだったわけですよ。でここで大きいのですね、これ1万ミリなんですが、もっとコンパクトなクレジットカードサイズっていうのが出たわけですね。これ僕もレビューしたんですけれども、まあ確かにちっちゃいですよね。で手にすっぽり収まるいいサイズですよね。でこれクレジットカードサイズで、今回登場がなんと卵サイズということで、じゃじゃーん、どう、なんかそんなに変わんないじゃんって感じもしますよね。はい、じゃあ開けてみましょう。ちょっと中に入ってるもの、タイプ C ケーブルですねが入ってます。あとはもう説明書ですね。でちなみに僕がご紹介しているバッテリーとかって基本的にはまあですね、PSE マークはちゃんとついてることを条件にしてますし、あと日本の問い合わせ先もあるものを、ご紹介するようにしています。基本的にはですよ、違うのもたまにありますけれども、まあ、そこが安心の、まあ、一応根拠というか安心のポイントだと思ってください。それでもバッテリーって加熱とか発熱の可能性はどんな製品でもゼロではないので、もちろん僕は製品は責任は取れませんが、まあ、一応そういう基準でご紹介しているということになります。こちらが本体、ちっ
ちゃいね、ちっちゃいですね。この大きいのもちっちゃいなと思ったけど、比べてもやっぱりちっちゃいですよ。はい。で、とにかくこう厚み感がちょっと少ないので、まあでもそんな画期的に小さく、これと比べちゃうと画期的に小さくなったとは言えませんが、やっぱりちっちゃいですよね。高さも低いですしね。で、これ手の馴染みがいいですよね。このいわゆるちょっと昔のシンクパッドの、ピーチスキンのような手触りですね。ラバー調というかしっとりとした手触りがいいですね。で、これらのバッテリーってこのボタンを押すと、この光の量であと2個残ってるから5割ぐらいかなとかですね、まあなんとなくこの量の光のですね量で、こうこの残量を見たわけですよ。あ、多分いっぱいだなみたいな。でもこいつはここにボタンがあって数字で出るんですよね。 90% とか、これ結構いいですよね。それではですね、重さを測ってみましょう。まずアンカーのこちらがですね、キッチンスケールなんで参考ですけども 184g ですね。はい。でこれ大きいのこちらが181g、 まあほぼ引き分けぐらいかな。でこちらは 176g、 やっぱりちょっと軽いですよね、小さい分。まあですね、そこまで画期的な違いはないですが、小さくてやっぱりちょっと軽いと、手に持ってみるとやっぱりちょっと軽いなっていう感じはします。はい。ということで、では早速ちょっと使ってみましょうか。はい。それでは早速充電していきましょう。まず iPhone に急速充電するには、Type C とライトニングケーブルが必要ですよね。でこれで挿してあげれば急速充電、はい、できると思います。はい。今充電のマークがつきましたね。でもちろん Android スマートフォンにも充電可能で、はい、Android スマートフォンはまあこういう Type C、Type C ケーブルで、はい、このように挿せば充電できます。急速充電という形で充電できてますね。でただし、これ今ですね、これ Galaxy S21 ウルトラなんですが、こちらもですね充電すると、はい、超急速充電いきますので、これはですね実は、Galaxy では一番早い充電ができてるはずです。ということで充電の性能も上々じゃないかなというふうに思いますし、さらにこちら側にタイプ A 端子もあるんですね。なのでこちら側で例えば完全ワイヤレスイヤホンなど出力あんまりいらない充電はこれを使えばいいという形になります。はい。で例えば別にタイプ C タイプ A ケーブルを使って、まあ、ここに挿せば多少速度は落ちますけれども、スマホなどにももちろん充電は可能です。はい。でこのように、まあ、急速充電やっぱり出ませんよね。はい。あ、出ましたね。はい。という形で充電は可能です。はい。でもこれで例えばギャラクシーに充電すると超急速充電は出ないはず。はい。でこれでギャラクシーに挿してみると、はい、超急速充電出ないんですよね。はい。もう一回やってみましょうか。はい。はい。なんかアラートが出ますが問題なく充電はできてますね。で超急速充電は出ないと思います。はい。はい。でこういうですねちょっと古いバッテリーはタイプ C の出力端子がないんですね。でタイプ A で出力して例えば Mac につないでもですね、これ PD に対応していないので、スマホには充電できるんですけれども、もう充電自体ができないんですよ。マークつかない、充電ができない、できません。で最近のモデルであればこういうタイプですね。でこれであれば充電は可能なんですね。でこちらは PD につないでこちらで充電してあげれば、まあワット数の問題はあって充電が遅くなりますが、はい、充電は可能です。はい。今プンという音がして充電のマークついてます。ただしこちらも出力の問題があってですね、こちらの出力はですね、18W かな、あなんですね。もちろんモデルによりますけれども、はい、これあアウトだから12の1.6 だから、うん、18W ですね。はい。18W でしか充電ができない。つまり遅いわけですよ。ところが、こいつを使ってあげると、こいつは 30W で出るので、まあ見た目上は同じようにピュンという音がして充電してるだけですけれども、30W で充電ができるんですよ。はい。で、今ここに綺麗に円が出てますけれども、なので MacBook でもAC アダプターをつないで充電してるのと同じスピードで充電が可能になるわけです。はい。まずですねこれタイプ A 端子ですね、タイプ A 端子でスマホに
充電をします。もちろんタイプ C 端子よりもスマホの機種によっては速度は遅くなりますけれども、まあこういう形で充電をしてます。でこの状態であれば、このバッテリー自体に充電をしながらスマホにも充電ができるわけですね。でバッテリーの充電はタイプ C 端子なので、こちらをタイプ C でつなぎますから、タイプ C からつなぐ Mac とかには充電できないんですけれども、でこのような形にすると、今このバッテリーにも充電をして電池をためながらこっちにも充電ができるんですよ。パススルー充電もできるというのが、まあ特徴の一つになっています。はい、という機能も搭載しています。はい、まあですね、どのバッテリーを買うかっていう話なんですが、まあもちろん実売価格ですね、これもまあ価格変わってくると思うので見据えた上で言うならば、すでにこういったバッテリーを持っている方はまあ使い道を考えて特に問題なければ買い替える必要はないと思います。で、ただ急速充電したいのであれば、こういうですねタイプ A しかない古いタイプのバッテリーを持っている方は、もちろんアンカーにも新しいの出てますから、急速充電ができるタイプ C 端子を持ったパワーデリバリー対応のバッテリーを購入した方がいいと思います。でそういう新規に購入するのであれば、こういうですねなるべく小さくて出力の大きいバッテリーを買うのがベストだと思いますね。ただ値段がちょっと高い可能性があるので、そこはお財布とか使い道と相談してください。もちろん僕はテッキーな男なので、買うとしたならばもう最新でこれを買いますよね。ちっちゃくて出力も大きいと、これで1万はでかいですよね。でかいっていうか小さいですね、逆ですね。これで1万は小さいですよね。でこれどっちがいいのって言われたら、まあ価格の判断もありますが、やっぱりちっちゃいバッテリーが欲しい人ってちょっとぐらい高くてもちっちゃくなきゃ嫌なんですよ。でこの盛り上がり感の大きさがないので、ポケットの中というか手の馴染みからのも小ささ感は結構小さい、すごく小さいので、僕はこれはいいんじゃないかなと思ってます。であとこの残量表示も何気に便利で、 95% って出るのと 90% は 90% しか出ないのってやっぱりちょっと違うんですよね。まあ、気持ちの問題かもしれませんが、ということで分かりやすくていいですよね。ということで、はい、僕はまあこちらおすすめですけれども、まあできれば Mac に 30W で充電しながらパススルー充電できるような機能も搭載してくれれば嬉しかったなと思いますが、まあこのバッテリー自体への給電ですね、充電は入力ですね、入力はタイプ C 端子のみなので、残念ながらタイプ C 端子でこのバッテリーを充電しているときはタイプ A からしか出せないということにはご注意ください。はい、今回はこちらアンカーのパワーコアマグネティック5000というですねモバイルバッテリー紹介したいんですが、これですね、まあ新しいバッテリー登場するたびに本命だ言ってて恐縮なんですが、 iPhone12 ユーザーにはまさに本命だと僕は思ってまして、僕も日常的にはこれを使おうと思ってます。出張にはまあ見てわかる通り5000ですから容量足んないんですけど、戸田さん何今更5000のバッテリーなんか紹介するのっていう方も多いと思うんですが、しかも値段安くないしって、全然安くないんですよ5000としては。でもですよ、すごい特徴があって、なんとワイヤレス充電できるんですよ。 iPhone に iPhone12 シリーズにマグセーフ対応なんでくっつく。すごくない藤原くんこれ。そうですね、はい。でバッテリーって日々普段使いの時って、例えばなんか夕方になると切れるみたいな、ゲームの好きな人とか、あとちょっとバッテリーが下手ってくるとよくありますよね、そういうこと。でそんな時にバッテリーにケーブルつないで使うじゃないですか、面倒ですよね、ケーブル邪魔だし。これなら背面にぴったりくっつけとけばいいわけですよ。容量ちょっと足んないですが、例えば朝から夕方まで使って夜まで足んないなんて時にはもうベストだと僕は思ってるんですね。ということで、まあ価格3990円、まあアンカーなんでセールも期待できると思うんですけれども、でこのバッテリーですね、ちょっとスペック注目したいんですが、性能的には大したことないって言い方も失礼ですけどね、まあ大したことないんですよ。で、タイプ C 出力が最大 10W なので高速急速充電はできません。はい、残念ながら。で、はい、でワイヤレスの充電は 5W なんですね。でワイヤレスの充電器でも 5W ってかなり遅いタイプなんで、まあ急速充電を望みたい方はちょっと向かないかなと思います。そんなに別に急速に充電できなくてもいいよと、ゲームをずっとやりながら充電するわけじゃないよという方におすすめです。はい、ということで早速開けていきましょう。本体はかなり、まあ、5000ミリとしては別に小さくはないんですけれども、結構軽いんですよ。ちょっと重さを測ってみましょう。はい、で重さを測ってみましょう。重量は約 132g、 キッチンスケールなので参考値ですけれども、まあまあの軽さです。でも同じ5000ミリで僕が愛用しているこれアンカーのですねケーブル内蔵タイプですね、こちら。はい、ただタイプ C なんで iPhone には向きませんけれども、こちらはですね
110? まあでも 20g くらいの差って持っちゃえばほぼわからないですよね。で、1万になるとコンパクトなタイプでもやっぱり大きいですよね。これやっぱりワイヤレス充電ができるとあって、このモデルは5000にしては大きいんですが、それでも1万よりは小さいですし、重量も1万だとやっぱり 200g 超えてくるんですよ。そう思うと気軽に使える便利さはあります。はい。はい。で、ついてくるケーブルはですね、Type-C、Type-C がついてきますので、このバッテリー自体に充電するときは端子 Type-C しかないので、Type-C につないで逆側を充電器という形でつなぎますね。で、ボタンを押すと、ここで、バッテリーの残量がわかります。今これもほぼフル満タンになっているという形で、このボタンを押して使います。まあ、あとはシンプルに普通のバッテリーと同じようなんですが、さあ注目ポイントである iPhone に取り付ける作業をしてみたいと思います。はい、こちらがですね iPhone の、12 Pro の Max ですね。もちろんマグセーフに対応しているモデルなんですが、バッテリーをつけてみましょう。こうパチッとこうなんか指で動かすと固定できる位置があるんですね。でその位置に来るとランプがついてポンという音がしてバッテリー充電されます。これまあ思いっきり振れは取れると思いますが、普通に使ってる感じでは取れません。結構いい感じですね。これですね、以前、まあ、以前というか、この前のモデルにはですね、Apple 純正のバッテリー内蔵のカバーがあったんですけど、マグセーフでこうやって充電できるようになったら、あの高いカバーなしでも OK でいけるなというふうに、個人的には思いました。で、じゃあですね、これ、マグセーフ対応の純正のカバーをつけた状態ではどうなるかというのをちょっと試してみたいと思います。はい。では、この状態で、はい、またカチッという位置合うとランプがついて、こちらも充電されます。はい、ま、当たり前ですけれどもマグセーフ対応のカバーであればもうつけた状態で持ち運びができるという形になります。まあ逆につけても充電はなんとなくされるんですが、もちろんカメラが使えなくなっちゃうんで意味ないですけれども、やっぱりこうやって使いたいところですよね。まあ、きちっとかなり思ったよりはカチッと固定されて、手の持ちやすさも上々です。はい、で今まではですねこのように小スペースタイプのバッテリーでもタイプ C 端子につないで、まあ、iPhone の場合であればライトニングにつないでこうやって使ったわけですね。まあ、もうちょっと短いケーブル使えばいいわけですけれども、どっちにしろケーブル邪魔ですよね。でバッテリーとこうもう離れてますから、こうやって使う分にはまあいいんですけれども、持ち運びする時にも両方持っててケーブルの取り回しも考えなきゃいけないと。でカバンの中でもケーブルをこうやってつなぐともう邪魔ですよね。でケーブルつないだ状態って結構危険で、この状態で落っこったりするとですね内部の基板が壊れたりするんですよ。そう考えるとやっぱりですね、持ち運びながら充電する時もケーブルないですね、このさっぱり感が非常にいいですよね。もうちょっと僕的にはすごく愛用したくてしょうがない感じなんですけど、まあ、容量5000しかないですが、本体の多分そうだな6、7割ぐらいはあの12 Pro Max で充電できると思います。12だとバッテリーの容量が少ないので多分7、8割ぐらいいけるのかな、そんな半分6割ぐらいかな。でこっちの Max だと半分ぐらいですかね。どっちにしろ僕の使い方であればちょい足しには十分なんですよ。朝から iPhone 使って夕方足りなくなったらこのバッテリーをペタッとつけて利用してあげるという使い方には十分利用できるわけです。はい、ではですねちょっと実験してみましょう。これはですねワイヤレス充電に対応した Galaxy S20 なんですね。こちらを充電できるでしょうかって話なんですが、はい、ピポって言いましたよね。これでワイヤレス充電はできました。はい、ちょっとこれ位置が結構微妙なんで、はい、ここでできますね。ちょっとやっぱり使いやすくはないけど、まあ充電は可能です。はい。ずれたらもうダメです。で、ちょっと興味のあるこれですよね。AirPods Pro。はい。できてますね。充電。はい。で、前の世代の AirPods もワイヤレス充電対応のケースに入っていれば充電できます。はい。ですので、これ1個持ってれば iPhone に充電できるのと同時に、AirPods にもケーブルなしで充電できるわけですよ。だからこのバッテリー持ってればケーブルを持ち歩かなくても済むというのは非常に嬉しいところです。ただやっぱりですね Android スマートフォンは位置取りが難しいので、個人的にはちょっとあんまりお勧めしたくないかなと。でどうしてもですね使う場合はなんかゴムバンドかなんかで止めちゃうぐらいのことをしないと全然充電できないじゃんっていう形になってしまうと思います。机の上で動かさずにこうやって置いて充電できる位置でこうやって置いてもう触らないでおけばもちろん充電はちゃんとされていきます。はい、でですねこのバッテリー自体への充電は 11W ですね。ですからまあそんなに急速に充電はできないんですが、まあですね、とはいえですよ、そもそも容量が5000しかないので、まあ、十分かなというふうに思います。で対応しているのは、
スマートフォンでは、まあ、iPhone なんですが、Galaxy とか Pixel とかにも対応してます。で、ワイヤレス充電ができる機種としては iPhone12 シリーズのみ、あとはケーブルからの充電という形になっていて、ケーブルからの充電であれば iPad にも対応しているというふうになってます。で、ちょっとちっちゃい字で書いてあるんですが、ワイヤレス充電による iPhone12 への充電は3時間で最大 95% まで、はい、3時間で 95% まで充電できますよと。ただしですよ、この充電器では1回未満になりますっていうことなんで、実際はどれぐらいかっていうのはちょっとしっかり書いてないのでわからないんですが、僕の感覚で言うと、さっき申し上げたように、まあ6割7割8割機種によりますけれども、それぐらいかなというふうに思っています。なので、マグネット式ワイヤレス充電に対応しての 12、12ミニ、12プロ、12プロマックス 持ってる方には非常におすすめですね。で、最後になりますが、ちょっとこれ僕この質感がとっても好きで、手触りが、なんて言ったらいいのかな、砂糖菓子みたいな感じ、つや消しでしっとりしてるんですが、陶器、磁器、素焼きの陶器みたいな手触りですかね、あと砂糖菓子とかみたいな、とっても指紋が全然目立たない上に滑りにくく、とっても質感のいい手触りだというところも高く評価したいなというふうに思います。で、僕はもうこれからですね、このバッテリーを毎日持ち歩きたいなと、外に出るときはですね、最近毎日外出ないですけどね、持ち歩きたいなと思ってます。で、長期間使うとこの辺が擦れて光ってくるかななんて思いつつも、ちょっと愛用していきたいなというふうに考えてます。以上、おすすめのモバイルバッテリーベスト5をお届けしました。皆さんの用途に合ったものが見つかったでしょうか。チャンネル登録もよろしくお願いします。